Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第139回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。おいしんぼね、はい、今日はですね、国民的フード漫画おいしんぼについてお届けしたいなと思ってるんですが、お恥ずかしながら平野はですね、食のしもべのくせにおいしんぼを通りそびれたというとんだ潜りでして、まあ、今改めておいしんぼに出会い直したいと思いながらここまで来ちゃったわけなんですが、今日はですね、おいしんぼを愛する強力な有識者がスタジオに来てくださってます。どうも、岡本図の浜岡本と、はい、座通の古田中太郎です。わー、いやー、お邪魔してます。現れた、まず本当に感謝をお伝えしたいのが、何フード漫画って書いてくれてるんですよ。え、これグルメ漫画と書かずフード漫画って書いてくれてることに、まずおいしんぼシンボラーの僕としては、え、待って待って、感謝を伝えたい。シンボラーって何？あ、シンボラーはそのおいしんぼ好きのこと僕が名付けてそう、これ困ったことに、はい、その好きな人の共通言語ではないっていう、まあ、勝手に言ってるんです。ここの存在、はい、そうです、シンボラー彼しか言ってないです、はい、これが困るね、はい、なんかいろんなとこで言ってるんですけど、なんかちょっとツイッターとかで悪口とか書かれてます。え、シンボラーマジで嫌だみたいなじゃあやめた方がいい、ライブ分裂しちゃってる、ね、そうなんですよ、ね、あ、なるほど、はい、じゃあ それで言うとハモ君はシンボラーではない、はい、いや、もちろんなんていうか意識を変えさせられたり、まあ、いい出会いがあった作品なので、はい、もちろん、まあ、好きは好きですよ、はい、なので今日もね、読んでいただいてるんで、ただやっぱこう勝手に造語を作ってなんかこう世に広めようと謎の責任感で日々生きている、はい、まあ、彼の前ではなかなかなので、今日は、まあ、まあ我々で共通のまあ友人っていうこともありますから、一応間を取り持つというか、はい、でも本当サキチョンが僕ごめんなさい、同じ大学っていうのもあって、あ、ね、サキチョンって呼んでしまってるんですけど、はい、サキチョンがおいしんぼもぐりっていうのが意外すぎて、うん、それはね、確かになんかやっぱ勝手な印象ですけど、うん、まあ、こういうお仕事されてますから ね、なんかやっぱり読んだことはあるんだろうなぐらいには思ってたよね、うん、だから僕結構前なんですけど、なんか共通の友人とサキチョンと初めてご飯行った時に、まあ僕あんまりその本当サキチョンに比べたら当然食のこととか詳しくないので、でしょうね、でも共通の友人、なんか話題といえばと思って僕は美味しいものならいけると思って、確かに確かに、実はそう、二子玉川のなんかベトナム料理屋さんかなんかで、あ、行ったかも、ジャブを打ってるんですよ、朝の美味しいもの話って覚えてない。そうそう。なんか運ばれてきた時に魚料理かなんか来た時に、さきちゃんがわーってなってたから、これなんかおいしんぼのこれこれだねって言ったら、ガン無視されたんですよ。まあ、知らないし、はい、だから、あ、で的を得てなかったんでしょうね。刺さってないと思って、そこでまず一回、あれ、サキちゃん好きじゃないのかなっていう。いや別にそんなね、みんなが好きってわけじゃないのよ。そうなんですよね。そう、ちょっと偏りすぎてるんだから、はい、そうだよね。で時を経ってですよ、これは浜くんも関係するんですけど、そうですね、はい、僕があまりにもおいしんぼ好きだから、こう、なんていうんですか、おいしんぼを語ろうっていうイベントをやろうと思ったんですよ、ね、すごい発案ですよね本当おかしな、まあでも面白いなと思いましたよ、それは。トークイベントね。でやっぱ浜くん呼びたいなと思って、浜くんにも、はい、実は先ほどにも声かけててみたいな感じで浜くんをブッキングしたんですよ。そしたら、あ、じゃあだったらやるよって言ってくれたんですよ。でその後また共通の友人に連絡先知らなかったんで、そうかそうか、ちょっと平野さんの連絡先教えてもらっていいって言ったんですよ。したら、まあもう大学からの中ですから、当然 LINE かなと思ってたらG メールのアドレスを送ってきたんですよ仕事窓口遠い遠いなんで
あの平野様、今回はインフォ宛てね、そうすっごい仕事で企画内容も打ってあーおもろいけど、はい、ちゃんとね、そうなんです、いやごめんなさいちょっと一枚隔てちゃったタイプのね、そしたらすっごい丁寧な言葉でお断りされましていやだからこの話もね、そのなんか平野さんとやろうと思うって電話かかってきたから、はい、あそれはいいねと、お前と話してもしょうがないけど、そこにいるんだったら平野咲子が、あそれはなんかイベントとしてすごい箔がつくと思うし、はい、話してみたい、はい、だから当然もうほぼ決みたいな感じ、決定みたいな感じでの連絡だったからあやるやるって言ったら、はい、すいません読んだことがないらしくてどういう発案なの、何それすごい雲行き怪しい進行したんだね、なんだと思ってたんだよって思ってっていういきさつもあって、ね、だからこそそうですそうです、今日は一度はだからダメだったわけですよ、したらむしろね、そう、はい、むしろ、はい、そんな古くんに、うん、話していただきたいなっていうことで、はい、ただちょっとかなりもう今の段階でも分かる通りちょっと暴れがちなのでちょっと保護者枠で、そうですね、僕はね若干その役目もあるかなと、まさかの浜岡元を保護者枠で稼働させるという、はい、いやいやこの3人面白いじゃないですか、はい、すごいことなんですよ、このアジナ副音声、うん、平野咲子とおいしんぼがこう、うん、フューチャリングするっていうのは、うん、確かにこうもうある種オアシスとレディオヘッドが共演するとか、まあ、オアシスとブラーが共演するとかあ、まあ、アントニオインコ、やっぱね3つ打っちゃうのダメね、1個でやっぱ言わないってあとフィーチャリングね、フィーチャリング未来のこと全然関係ないんでごめんなさい、ダメ出しフィーチャリングじゃないですか、ダメ出しばっかり、まずそもそもなんですけどいいですか、はい、おいしんぼの話しましょうよ、はい、おいしんぼってどんな漫画なんですかっていうのをちょっと、はい、なるほど、でもこれは確かになんか、うん、はい、バシッと答えていただきたい、ね、一言で言っていただきたい、ね、もう一言でいきますか、いやなんか簡単なワードでいいと思いますよまず導入だから、うん、一言でですかちょっと待ってください、2個と4個とまではいいですよ、いやまあちょっとなんかいろいろありすぎて一言でまとめられないとかじゃなくて普通に出ないっす、はい、今諦めないでごめんなさい出ないんですけど、長めの長めで、一応その1970年代にビッグスピリッツのコミックで連載が開始された、まあ本当にいわゆる食のをめぐる人間模様とかいろんなことを語られる漫画なんですけど、おいしんぼっていうのは、で山岡四郎っていう主人公が東西新聞社という新聞社の社員で、すごいぐうたら社員なんですけど、実は食のことになるととんでもない才能を発揮して、作ることももちろんそうですけど、味覚とか味とかに対してもすごく独特の感性を持ってて、で実はすごく絶縁した仲の悪いお父さんがいて、お父さんが貝原雄山っていう、こう人間国宝的な食をもう本当に芸術の域まで持ってったと言われる文化人で、でそこがすごい仲悪いっていうのもあって、そこのバトルだったりとか、バトルなんですよ、食をめぐるバトルなんですよ、まあ、その勤めている新聞社で、まあ、その食を探求するという企画が立ち上がるんですよね、はいはいはい、まあ、初っぱなだよね、新入社員の女性と、まあ、そののんべんな山岡で、そうそう、まあ、コンビを組んでその企画をやりましょうっていうのでちょっと進むんですよ、なるほど、 2,3、まあね、有名な食通とかにあったりとかして、はい、その有名な食通から、あれ君貝原さんのところの息子さんじゃないかいって言われるんですよね、でもなんかその関係を明らかにしないんですよ山岡は、気のせいだと思います、はい、じゃあそれが巡り巡ってね、結構序盤でその貝原雄山が新聞社に殴り込みしに来るんですよ、うちの絶縁したバカ息子がいるらしい、そしたらそこで久しぶりに対面しちゃって、なんかお前かその食のなんか特集やるって、お前みたいなもんが何を食の、みたいな、はいはい、でちゃんちゃらおかしいっつって、でそれで久しぶりに対面した山岡がいやその聞き捨てならないって言って、天ぷらで対決するんだよねまずね、そうです、でもそこでコテンパンにされちゃって、あ、そうなんだ、まあ、その関係値をまあ明らかにしつつ、もう俺はあいつをギャフンと言わしてやるっていうんで真っ向勝負し始めるという話なんですね、まあ、これ補足ね、いやもう助かります、いやだいぶちょっと浜岡のそうバトルっていうのはそういうそういうことだから本人たちが調理するというよりは、なんかね、知識でなんかこう、例えばこういうのどうだとかっていうのをまあ繰り広げる、だから天ぷらの対決の時は天ぷら職人を20人ぐらい用意して、その中でこの中で誰が一番天ぷら職人として適してるかっていうのを見極めろっていう対決なんですよ、面白い、ジャーってこう上げてる音とかを流して、
今あげろっていうタイミングで手あげさせたりとか、四角、うん、そうなんですよ。その回ではその、うん、結局貝原雄山が勝つんですけど、貝原雄山はなんかそのなんかこうタバコ吸ってる時点で、うん、嗅覚味覚が弱ってるとかなんて歯を見たりとか、そう歯の健康状態とかみたいな、まあ本当序盤も序盤ですけどね、そういろんな対決があるんですけど、そこも見どころの、あの漫画ですね。本当親子の、ね、話でもあるという、はい、じゃあそんなおいしんぼの今回は神回を、はいはい、うん、あの語り尽くしていただくということで、あのフル君からのリクエストで食器作品縛りでやりたいっていう、はい、なんでなんでなんですか。そうですね、まずその全111巻を、うん、でやるってなると、まあ、リアルに5時間番組にしてもらわないと困るっていうぶち抜いちゃった、はい、そうね、もうね問題が枠がね、はい、決めらんないっていうのと、うん、あとはそのサキチョンが今後ハマるかもしれないっていう望みもかけて、うん、こう導入部分1巻から30巻までを今日こうやって話して、うんうん、興味持ってもらえたらそこからはネタバレせず、いい、ね、確かに自分のおいしんぼライフを、ね、生きてほしいなっていう、おいしんぼライフ、まあ、正しい簡単な言葉ですけどねでももうその天ぷら貝原雄山との久しぶりの対面話では、あ面白いって、もうすでに面白そうなんだ、はい、うん、そうなんですよ、望みあるよ、はい、あなたうまく喋れば、そうですね、ちょっと緊張してるんですけど、はい、でも俺も楽しみ、あのなんか少し前においしんぼについてそのコラムをネットで上げて、はい、ゆうたろうが、はい、見た見た見た、うん、見た、いやすごいしっかりした文章で、うん、そうですね、すごい期待できるなっていうか、今回に関しては僕いろんな場所でおいしんぼの話をラジオとか、うん、それこそ、うん、あのコラムとか書いてきたんですけど、アジナ副音声においては、うん、やっぱサキチョンには真っ向勝負したいっていうのもあって、そうだよ、ね、新作を下ろしてきました。いや知らないよ、どこでもどこでもかかっあの喋ったことない話家みたいに言うの、自分に対する戦い、だからもうちょっと早速だから、はい、レコメンド、はい、お願いします。嬉、はい、ね、うん、しいですね、こんな、え、もう早速いいんですか。はい、俺が選ぶおいしんぼ初期作品、うんうん、神回セレクション、うん、お願いします。そしたらあの今回15、6個選んできたんですけど、はい、パッと見最初って多くない？ちょっとこれあの前後編やるつもりですけど、それでも多いよね、多い多い、そうですね、なんかあのタイトルでサキチョンが気になった、確かにね、あのおいしんぼね、タイトルも本当に素晴らしいものが多いので、これなんか聞きたいなっていうのあったらどうですか。え、でもさ、とんかつ墓場、はい、これ知ってる、私も、私でも知ってる、あ、へえ、あ、そういうなんかあるんだね。あれでしょ、あのいいかい学生さんでしょ。そうです、あのあ、これはもう早急にあの本当サブスクとかで、はい、あのドラマ化するべきなんで、実写化で実写化、はい、あの、はい、その熱量それぐらいの話、映画化するべきなんですよ、映画、はい、一本の、そうです、うん、それぐらいまあ大きい。これはとある、うん、あの地方から東京に、まあ、仕事を探して出てきた本当貧乏な、もう金もちょっとしか持ってない、うん、両親にも先立たれてとかで、うん、一人で身一貫で出てきた青年が、うん、上野駅着いてこっから東京でどう生きていこうかって時に、あのぼったくりに会うんですよ、うん、でチンピラに絡まれて、うん、もうボコボコにされちゃって、うん、お金も全部取られちゃうんですよ、うん、そこにとあるおじさんが来て、うん、お前ら何やってんだって、警察呼ぶぞって言って助けてくれたんですよ、うん、でボロボロの彼をこう、あ、じゃあうちの店来なって言って、そこはとんかつ大王っていうとこの主人だったんですよ、うん、で彼にあのテーブル座らして、お兄ちゃん大丈夫かっていうことで、うん、お腹減ってんだろうって言って、そしたら彼がその、いや僕お金ないですって言ったら、いやいいんだよ、うん、若者なんだから、こっからお前は東京でいろいろ大きくなってくんだから、うん、おじさんのおごりだよって言って、うん、で奥さんもすごいいい人でいろいろ面倒見てくれて、とんかつを食べさせるんですよ。で彼はすごい感動して食べながら、うん、そしたら主人が、うん、その人っていうのはとんかつを何不自由なく食べれるぐらいの幸せが人として一番幸せなんだよ、それ以上、とんかつ以上の幸せとか、うん、とんかつよりも安価なものじゃなくて、うん、とんかつって一番ちょうどいい人の幸せの、なるほど、なるほど、だからお兄ちゃんも今後頑張ってとんかつぐらい好きな時に食べれるように頑張ろうなって言ってくれるんですよ、ね、で時を経て彼はいろんなことがあってアメリカに渡って、うん、あの何十店舗もスーパーマーケットをアメリカで作る大社長になるんですよ。なるほど。でもう何十年ぶりかに東京帰ってきた時に、いろんなとこやっぱ懐かしいからとんかつを食べるんですけど、味が違うんですよね。でそこで東西新聞社の山岡さんのところに、あの時のとんかつ大王をやっぱ探してほしいっていうことで、うん、山岡さんが記事にするんですよ、うん、そしたらその物語がすごい感動的だから広まって、本当に見つかったんですよ夫婦が、うん、であの老人ホームにもう2人で住んでて、
あのまだまだ全然元気で働けるんだけど、いろんな人に騙されちゃったりして、うん、あのお店も奪われたりとかして、うん、もう資金もないから引退して過ごしてたんですね。で覚えてますかって言ったら、あの頃の青年覚えてると、うん、で彼が帰ってきたって聞いてすごい喜んで、うん、であの彼にもう一度とんかつ食べさせてあげてくださいっていうことで、ある店を貸し切って、そこで感動の再会をするんですよ。で大きくなってって言って、でおじさん、あのとんかつ作ってよっていう話になるんですね。したら、よし分かったって言って作るんですよ。でそれを食べて、その大社長がもう泣きながら、この味だよって言って、これが食べたかった、でお礼なんですけどって言って、もしよかったらおじさんもう一回お店やらないかって言ったら、いやでも店持てないしなって言ったら、いや外の看板見なかったのって言うんですよ。でその夫婦が、老夫婦がパッて外出たら、看板がとんかつ大王になってるんですよ。で無料で、勝手にね、無料でもらうのは嫌だったら、売り上げからちょっとずつ僕に返してくれたらいいです、うん、僕はあの頃の恩返しでこのお店をあなたたちお二人にプレゼントしますっていうことで、うん、その勝手にね、勝手にじゃないんですよなんで人情話が、ね、人情話が、どこがいいとかね、時も経てるし、場所とか、いやだから新たにそうやってお店を作ってプレゼントしたんですよだってドレカウンターとかも ね, ねやっぱこだわりたいから、ヒノキがいいかとか、ケヤキがいいかとか、いやなんか今日なんか受け入れ体制ないぞ。いやいやいや、今話はね説明してくれましたけど、だからあれですよね、そういうなんか料理対決みたいな回もあるけど、そういうちょっとこう人情のというか、ヒューマンドラマみたいなのが大筋ですよね、今聞いてもらったようにね。そうなんですよ。でもなんか思ったよりまともな人が出てくるんだね。でもね、なんか時代背景的にはもう80年代の本当に元気な時がメインなので、結構その羽振りが良かったりとか、そのまあ第二の主人公、まあ主人公かだから栗田さん、栗田さんっていうまあヒロインが新入社員なんですよ。そうですね。そうで、栗田さんはね、これ僕の持論なんですけど、本当にね、なんかあんま嫌なやつなんですよ。嫌な女なの。実は。なんかすごい失礼じゃん。栗田さんって。いや、僕の理想の女性なんですけど。うわ、もう合わな。もう俺見ながら栗田腹立つなっていつも思うわ。そう。だからその、あ、まあそれはどっちかっていうのは置いといたとしても、はい、なんかこうやっぱりすごい元気な時代の、はい、やっぱ人と人とのつながりがもっと目で見えてた時代に、なんか巻き起こってる話っていう設定というか、それを踏まえて見たり読んだりすると、よりなんか楽しいっていうか、なるほどね、だからちょっと言葉遣いだったりとか、金銭感覚のその感じっていうのがやっぱりちょっと現代とはズレが多少やっぱあるんですけど、はちゃめちゃな人も多い、そういうはちゃめちゃ感っていうのは多少あるけど、いやでもその栗田さんが浜くんが合わない、そのトゥワイスでミナ派ですか、やっぱ全然そう話が飛びすぎてミサモで言うミナじゃないし、ミサモでなんで言わなきゃいけないの、わからない。いや栗田優子で言うと僕はだからモモ派なんですよ、意味わかんない。栗田優子で言うと僕はまあちょっと違うラジオに言ってもらっていい、はい、そうですね、間違えてます。だからマドンナなんですか、はい、栗田優子はマドンナ、マドンナですね、はい、間違いなくマドンナではありますし、はい、栗田さんのその特徴で言うと、新入社員で全然わかんないし、なんていうか本当口悪いんですよ、すごい失礼なこと言うんですけど、なんだけどその山岡との出会いからすぐに、まあ味覚が冴えてることが発覚するんですよね。もうギフテッド的な、そうですそうです、それでまあ山岡四郎と組むことになるので、まあどん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 山岡も栗田さんのまあ実力は認めるんですけど、ちょっとだからデコボコバディ系です。まあ男女っていうのもなんかね、絵に描いたような感じであったりするので、まあその辺の楽しさと、まあこの人情感というバランス感が冒頭で言ったそのグルメ漫画ではないっていう、そうです、はい、そうだよね、だグルメ漫画っていうのは確かに俺も違和感ある、はい、でも本当に栗田優子の良さっていうのは、どんどん100巻に近づくにつれて、あ、まあね、どんどん出てくるので、そうなんだ、そうなんです、初期はまだ若いんで、そう今日はやっぱ初期なんでもう本当ね、そうなんです、いやだってもう絵に描いたのトレンディーだもんね、そうです、私栗田優子みたいな感じで出てくるんで、もうその地下鉄から上がってきてね、そう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 、可愛い感じの方ですよね、可愛いですね、可愛いはね、彼女可愛いです、私彼女が貝原雄山と山岡四郎の和解っていう大事件の裏では彼女の飛躍があったんで、なるほど。はい、
いやまあとんかつ墓場ね、まあ、まあ有名な話の一つですよね。11巻ですね、5話、はい、11巻5話。次なんかありますか。え、なんかもっとそのまともじゃない人が出てくる話聞きたいですね、はい、あー、それで言うと、まともじゃない人か、3巻3話の土鍋の力か。何何何、俺大好きこれ。これいいですよね。土鍋の力俺も大好き。何何それどんな話ですか。なんかとんでもない大金持ちのおじさんに招かれて、うん、その山岡四郎とか栗田さんとか、うん、東西新聞社のお偉いさんでみんなになんか、うん、会食するんですよ、うんうん、したらなんかその鍋が金の黄金でできた金の純金の鍋、そうなんです。でもうこれがね金ですごいんだ、こんな価値があって、これがもうとんでもなくて、この食材を使って、ね、わーはは気持ちいいみたいな感じで言ってるんですけど、なのにパクって一口食べた後、うん、そのおじさんがめっちゃ切ない顔するんですよ、うん、そうなんですよ。さっきまで超ハイテンションだったのにでもねっていう、そう最近なんか味気ないんだよなと、金の鍋で食べても、うんうん、っていう話したら山岡さんがそんなの当然ですよ、うん、あなたも成り上がりからちょっと成長した証ですよ、それに気づいたのはって言って、まあ、生意気を聞くんだよね。そうです、うん、でそのおじさんブチギレて、じゃあこれよりうまい鍋食わせてみろよっていうことでこの回が始まるんですけど、だから栗田さんと山岡さんで、なんか山岡さんが栗田さん連れて、うん、あるボロボロのなんか土壌鍋の店に行くんですよ、うん、でそこで、すっごいもうすすぼけたあの土鍋を借りるんですね、うん、で、それをなんかすごいもう本当見た目悪いんですよ、うん、こんな、あ、それすっぽんのお店でした、土壌じゃない、うん、すっぽんのお店に行って、うん、でこれ借りて実際にそのおじさんに食べさせに行くんですよ、うん、でみんななんかそのおじさんもなんだこの汚ねえ鍋はみたいな、ですっぽん食べさせるのかと思いきや、ただそこに水とお米を入れて、うん、と醤油ね、そう醤油だけ入れるんですよ、うん、でこんなのがって言うんだけど食べたらめっちゃうまいんですよ、うん、なんでかっていうと、そのもう長年そのコックスでずっと炊かれてすっぽんを茹でてきたから、鍋自体にすっぽんの旨味がもう凝縮されてるんですよ。なるほど、もう何十年と育ててるんで、うんうんうん、それに対して金っていうのはその科学的にも反応しないものなんですよ。その要は結合したりしない純正なんで、どんな食材を入れてもその金自体に反応がないので、うまさが変わらないんですよ、うん、でもそういう土鍋を使えば見てくれは悪いけど、うん、そういう長年の培われた美味しさが凝縮されるっていうお話なんですよね。それで参ったってなるの？なるんです。なるんだ。いや、まあ、そのなんていうか、うん、すごく高級なお皿であったり、うん、鍋だったり食材を使うっていうことももちろん大事なんだけど、うんうん、やっぱり食文化っていうのはその歴史と、うんうん、やっぱ一つの味を守ったり、うんうん、人の手が加わってることっていうのが、うんうん、最後の一押しのやっぱ味付けというか決め手にやっぱなりうるという事例を、まあその土鍋を持ってして、まあ分からすというか、だからその金属の鍋だからダメってわけじゃないけど、なんか足りないんだよなって序盤で言ったことを、その成金の割に分かってきた証拠ですよって喧嘩を売るのも、まあ最終的には本人もすごく納得がいくっていうか、これはこれでいいものだけど、こんな歴史があって、でなんか何百個あるうちのね、何個しか鍋として残らないと火が入り続けて割れちゃうから、はい、だからこういうこともやっぱ食べ物を作るとか食を通じてあるんじゃないのっていうのを分からせる回で、なるほどね。でそれでいいのがこの人すっ飛ばしたんですけど、はい、そのボロボロの鍋にお米と水を入れてずっと炊くんですよね、しばらく、はい、で相当待たされて、もう帰るって言って、はい、で帰っちゃった頃に山岡が黙って蓋を開けたら、うん、水と醤油しか入れてないのになんだこの匂いって盛り上がって、うんうん、でおっさん帰ってくんだよね、はい、めっちゃそう帰ってくるの、無言で帰ってきて一口食べて、うん、これはすっぽんの味だと、はい、ね、なんでこんなことになってんだっていう、そのなんていうか、もうやっぱ結局みんな食べることが好きだから、なるほど、ね、はい、あの戻ってくるシーンっていうのは結構重要で、なるほど、そうそう、だからもう序盤で分かったんですけど、やっぱ今回浜くんいなかったらやばかったですよね。はい、いや、まあ、そうじゃないよ、意識はあるよ、相乗効果、はい、エンディングはそのあのすっぽん鍋のお店に行って、うん、その大金持ちの人が金の鍋とこの土鍋一個交換してくださいとか言って、そうでもそれはできませんみたいな、なんか本当に童話みたいなね、はい、昔の、そうなんですよ、本当価値の転覆というか、そうどうしても欲しいんでこれと交換してくださいとか言って、いやそれは困りますみたいな、わはははみたいなで終わるの、へー面白い。結構成金キャラはいっぱい出てきますね。そうやっぱ時代もあるんで、そうそうそう、もう大社長がなんか優秀社員
員を呼んで、うん、自分が作った宿泊施設に呼び込んで、イケスから、うんうん、それ見たことある。そうもうなんか ね、はいはい、ね、もう今生きてさっきまで生きてましたみたいなのをさばいて食べさせてみんな美味しいですとか言うんだけど、うんうん、そこにいる社員のお子さんだけが全然美味しくないと、うん、あの美咲のおばあちゃんの家で食べたやつのが美味しかったっていう、ね、おばあちゃんのところで食べる方が美味しいよとか言って、うんうん、したらなんか怒っちゃうわけ、うん、じゃあ結局その回は生け締めの重要さを語る回なんで、まあそういう知識回とかね、うん、で水槽の中に押し込められて餌も与えられず、うん、置いておかれ何日も置いておかれたらどんな生き物だってへたれるしストレス溜まるから、うん、そんな肉が美味しいわけないっていう話なんですよ、うん、そう人間だったらどうですかって山岡が問うって話で、まあこれでも何がすごいかって今ってそれこそ YouTube とか、うん、まあ、いわゆる一般常識的にもう神経締めとか生け締めとか割とちょっと当たり前の知識ぐらいまで降りてきてるじゃない、うん、世の中的に。でも僕初めておいしいものになって小学生で、うん、やっぱそれでその回見てるとなんか常識とかじゃないもうなんていうの、うん、衝撃的な事実っていうか、ね、だっていけすでね、はい、新鮮で飼われてる方がいいんじゃないかみたいなね価値観がある中でだもんね。だから相当早いよね、うん、はい、そうなんですよあの描くことが先駆者、うん、はい、かなり早いと思う、うん、俺アンコウって吊るさないとさばけないとかそうなんですよやっぱ知らなかったそうなんですよね、うん、アンコウ鍋の回もね、うん、だなんかそういう知識でマウントを取るわけじゃないんだけど、うん、やっぱなんか楽しむためのなんかワンセンテンスみたいなのが毎話あって、うん、そうですね、なるほどね、それがね読んでて面白いから、うん、だから後出し的に今から咲子ちゃんが読み始めて、うん、もちろん知ってる知識もたくさん出てくると思うけど、うん、なんか時代とすり合わせて、うん、あこの時はこういう言い方してるんだとか、うん、確かに確かにっていうのが多分今からでもむしろ遅くないっていうかね、知識があるからこそ。それで言うと僕、うん、ちょっとこれ自分で選んじゃうんですけど、うん、9巻2話の食べない理由に関しては、うん、なるほど、むしろ逆で咲子ちゃんにこれ聞いてもらって一個教えてもらいたいというかヒント欲しいことの話なんです。怖い振りだね。怖い振りですよ。ざっと話すと、うん、なんかデパート界隈の社長とか会長たちが月一で集まって食事会するんですよ、うん、でその中の一人の社長がもうみんなおじいちゃんとかなんですけど、うん、どんな高級料理なのに食べてくんないんですよ、うん、でなんかその稲なんとか社長なんですけどその人の名前がで覚えてこいよ、ね、そ, うでそれをあまりにも食べないんで、うん、でしかも食べないだけじゃなくてなんか、うん、その解説だけして食べないから、うん、なんかみんな最初はすごいちょっと不愉快な気持ちになってきちゃって、そ、ね、でそれを稲食会って呼んで、うん、誰がその彼に食を口に運ばせれるかっていうゲームが始まるんですよ、ね、食べるまで持ってくっていう、毎回毎回持ち回りで計画してっていうめんどくさいよね会なんですよ。でその晩にその山岡さんの知り合いが、うん、あの来たんで山岡さんどうしようっていうことで山岡さん一緒に考えるんですけど、で実はその社長っていうのは奥さんがちょっと病気になられても何年も床に伏せてるから、うん、それの時に後に分かるんですけど願掛けでもう奥さんが治るまでは外で豪勢な食事はしないって決めてたんですよ。だからお酒だけ飲んでどういうことその奥さんが治るまでは食べないって決め、願掛けですよ、好きだからね、願掛けですよ、どういうことじゃないですか大丈夫か、笑ってるぞ2人とも。いやいやいや、何がおかしいのか分かんないですよそうだね、おいしぼワールドの人だからね、古くは、まあね、はい、でだからその奥さんのためだったんですよ。でもみんな知らないからなんか相変わらず食べなくてうんちくばっか言うのが嫌 で、うん、ですごい本当は食好きなんですよ、うん、って時にだからあらゆる料理をもう知っちゃってるんですよ、はあ、だからそれでマウント取ってもこんなの食べたことあるからって言って食べない体をみんなにやってたんですよ。なるほどね、うん、本当の理由言えないから、見せないから、うん、って時に山岡さんが作ったのがファッチューチョンっていう料理なんですよ、うん、知ってます。え、中国の坊さんが飛び越えてくるやつ。あ、うわすごいすごい来た。いやいやいや、それはだって、いやさすがですけどね、うわすげえ、まあもうバカにすんじゃない、うちの平野をバカにすんじゃないよって話ですよリスナーからしたら。うわ今マジ鳥肌立ちましたよ、信じられない大声だったねびっくりしたね。ファッチューチョンっていう料理が、ね、もう美味しすぎてお坊さんが柿の根超えてくる料理って言って、うん、あのなんかすっごい高そうな壺に、はい、で何時間も煮込んで作る料理で、うん、何の変哲もないスープを出すんですよ、うんうんうん、したらその稲なんとかさんがなんだこれはって言って、今まで一度も食べなかったのに
ごくりってスープを飲むんですよ、うん、すごいじゃん。そうで飲んじゃってみんなうわー飲んだって言って、そこで実は本当の理由が明かされるって回があったんですけど、うん、そのファッチューチョンっていう料理を周りで知ってる人もいないし、うん、街歩いてて、あ、ファッチューチョン屋だって見たこともないし、ないでしょうね。いつか食べてみたい料理なんですよ、はい、でいつかファッチューチョンっていうタイトルの曲作りたいんですよ。かっこいいから。それはもうご自由にですけど。楽しみ。食べたことある？ちなみに。ありますね。いやほらすごいね。これはすごいぞ。あ、なんかいいね。いいね、食べたことある。うわ上がりますね。えっていう話。そうだから、いやっていう話じゃなくて、知ってるって知ってて、そのど食べに連れてってほしいって、もう知ってたの。どこで食べれんのかとか、うん、憧れのファッチューチョンなんだね。僕とファッチューチョンをつないでほしいんですよ。どういうお願いなんだ。でそれで食べて、僕もその稲なんとかさんのようにいい稲田でいい、偽名でいい、適当でいい。いや怒られちゃうんですよ、シンボラに。一人しかいないから。ごくっと飲んだ後、ファッチューチョンという曲を作りたいと思ってるんですよ。そうですか。したらやっぱ知ってたから、まあ、だからこういうことが今から読んだら、やっぱ答え合わせには平野さんなるよ。そうなんです。楽しみ。どんな味だったんですか。いやまあ、はい、え、言えるんですか、どこで飲んだかとかは。っていうか、はい、なんかファッチューチョン、はい、だからその坊さんのスープは基本的になんか予約制なの、うん、その何日も前から仕込まなきゃいけないから、ね、だからメニューにはないことが多くて、でも頼めば作ってくれるお店は結構ある。へー、うん、材料があれば。普通に聞いてもいいんですか、場所は。いや聞いてもいいっていうか、なんかいっぱいある。だから逆に言うと、え、あなたっていうか、まあ、それ真面目に調べたことはないんです結局。そうだよ、ね、言ってるけどね。そうそうそう、言ってますけど。僕は美味しんぼの世界にこもってたいんですよ。でも誰かが連れ出してほしいんですよ、美味しんぼの世界から。逆なんだよ、だから今日は知らない人に教えるっつってんのに、そのこもってて連れ出してほしいとか意味わかんない。連れ出してほしいのはこっちだからね。いざなってほしいと思ってるから。いやでも嬉しいです。じゃあ、まあ、それはすごいね。それはでもすっごい美味しいコンソメスープみたいな、はい、へー、寿命が100年くらい伸びそうな気持ちになる、うん、へー、いい感想ですね。これはやっぱり一言でさ、ここまで聞いてどうなんですか、平野さん的に。いやでも私あのもっと貝原雄山とか、はい、あの辺の人のキャラクターももっと気になるけど、ね、なんか私の中ではなんかあのこの洗いを作ったのは誰だって言って、うん、皿ごと洗いを床に叩きつけるみたいな、え、マジで掃除しろよみたいな、はい、なんかそういうイメージすぎて、あのタバコ吸ってたっていう、あの良三がタバコ裏で吸ってたから、うん、ね、良三わかんないけど、岡星の弟なんですけど、良三わかんないけど、はい、その回とかがそうか気になるってことですか、ね、いや気になる。なんかその、うん、何者なんだっていう、まあ本当に、ね、美食家なんだよ、ね、うん、シンプルに、ね、肩書きはだから料理人ではないし、そう、まあ、陶芸家なんですよ、元々。そうそうそう、でなんか食に対する探求心と、うん、まあ、貪欲さが、うん、まあ、本当にそれはまあ山岡の側からすると、うん、やっぱ家族への愛よりも食い物なのかよと。そうですね。なるほど。それでやっぱ圧力を生み、まあ、縁を切ってるわけですね。それはだんだん進んでいくと分かることなんですけど、うん、っていう、まあ、ストーリーがあるから、やっぱりその今言った洗いをね、皿ごとぶちまけるとか、うん、その要は食に携わる人間として、そうそう、ありえないだろうお前っていう沸点がやっぱあまりにも低いっていうか、そう、まあ、かなり神経質だよね。だからまあかなりクレイジーではある。そう、あの病気がちの奥さん、まあ、その奥さんが亡くなって、妻が亡くなっちゃって、今山岡さんからしたらお母さんなんで、そこのきっかけで、まあ、2人は仲悪くなるんですよ。だから貝原雄山っていう貝原じゃなくて、お母さんの旧姓である山岡を名乗るんですよ、ね、そうで実際に本当に病気がちの奥さんの入れたほうじ茶とかを貝原雄山は何回も入れ直させたりとか、え、投げたってこと、投げたり、最低じゃん。でも奥さんと貝原雄山の中にだけ絆があるんですよ。だから山岡が、お母さんなんでそんなこと言う、なんでそんなことやるんだよ、あんなクソみたいな親父のって言っても、お母さんはそんな悲しいこと言わないでと、私たちにしか分からない絆がある。でそれが百日間とかでいろいろ明かされていくんですけど、時間かかる。貝原雄山があそこまでの希代の文化人になるためには、奥さんなしでは成り立たなかったんで、ちょっと語りすぎかな。そうですね、初期だよね。初期、初期は結構最後の方まで行っちゃったけど、はい、あ、でもそうなんだ。じゃあ初期におけるそのユーザンっていう存在っていうのは、うん、二人の中ではなんかそういうなんか荒げたこととかやってるのは、うん、なんか愛おしいみたいな感じなの。いやもう結構最初の頃は最悪なんで、うんうん、もうなんか山岡志郎とかが栗田優子とかがご飯食べてたら、うん、
こんな犬とか猿みたいなやつに食わせる料理はねえとか言ったりとか。ひどくひどすぎる。もうね、だから笑っちゃうんだよ。もうドヒールだから。そうそうそう。完全な悪役で、そのだからいわゆる漫画の世界で、まあ僕もそんなたくさん読んでるわけじゃないけど、やっぱりなんか武力行使したり。分かりやすくそのアクションを悪役が起こさないで口だけが悪すぎて笑っちゃうっていうのは海馬の雄山以外あんまり見たことがないよね。あ、なるほど、口悪すぎて。そう、もう殴るとかじゃなくて本当にね、精神的に追い詰めるかっこ職でみたいなおじさんだから、はい、もうそんな言わなくてもみたいなのが毎回やっぱ対峙すると怒っちゃう。ただ、うん、山岡四郎に対して言うことは、うん、実は正論だったりするんですよ。だから山岡だけは納得できちゃうという、 そこがツボで。なるほど。そう、何言ってんだお前で終わらないっていうか、うん、確かにあいつの言う通り、うん、そうなんですよ、うん、それは俺の落ち度だったっつって、まあ、次回の対決にまあまた持ち越しされるっていう、そこがね、はい、いやもうまだまだね、おしまいの愛が止まらなさすぎて、はい、すね、だってまだなんか3話くらいしか言ってないんじゃない。そうですね、ちょっと次は一つクイズの方を2人にしたいなと思って。ちょっとそんな、いや、おいしんぼのクイズじゃないです。おいしんぼのクイズじゃねえのか、はい、しかもおいしんぼのクイズではないです。まあ、というわけで、はい、続きは次回の後編でということで、お二人引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は俺が選ぶおいしんぼ初期作品神回セレクションということで、浜くんと古舘くんをお迎えしてお届けしてまいりました。いやー、ちょっと面白すぎましたね。まだまだ話足りないということで、次回も引き続きおいしんぼ初期作品神回セレクションをお届けしたいなと思います。そして引き続きアジナ副音声では、アジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。もしおいしんぼ好きな方がいたら、おいしんぼ私の神回も送っていただいてもいいですし、好きな漫画とかもね、食の漫画でぜひ送ってもらえたら嬉しいなというふうに思いました。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。アジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。